こんにちは、ミッキーです。今回はザ・シンラ千葉・館山大人旅として動画を作成しました。昨年11月に訪れたものの、公開する機会を逃してしまっていた千葉県館山市にある全室露天風呂付き大人のためのラグジュアリーリゾートザ・シンラの旅行記をお送りします。以前にご紹介しました伊東の星野リゾートに引き続き、今回もちょっと贅沢な大人の旅をお届けします。ザ・シンラの情報だけを見たいなという方は、本動画の後半8分49秒あたりからを再生していただけますと確実に見れるかと思いますけれども、他にもですね、館山の魅力をたくさんご紹介してますし、もちろんカフェ情報のお届けもありますので、ぜひそちらの方も合わせて確認していただいて、館山の魅力に触れてみてください。このチャンネルではカフェ巡りなど日常を少し豊かにする情報をお届けします。少しでも応援してくださる方はチャンネル登録をして、次の動画も見逃さないでください。ちなみに今回ご紹介するお店の Google マップ位置情報は本動画の概要欄から確認することができますので、実際にお店に訪問する際の参考としてご活用ください。まずはじめにご紹介しますのはカフェ&ガーデンマンディさんでございます。こちらは2021年7月に誕生した自然あふれるおしゃれ空間でございます。東京の某テレビ局から定年退職をして60歳に U ターン起業をしたマスターの渡辺さんが手掛ける店舗は、空き家になっていた実家をリノベしたアットホームなカフェになっています。この自然あふれる感じもとても素敵なんですけども、実はこちらのお店は館山駅を出てすぐのところにありますので、こういった自然あふれる落ち着いた空間なんだけれども、アクセスがいいところもポイントになっています。いろいろなものを組み合わせて新たに作り変えるブリコラージュの発想を取り入れた空間もとても素敵でございまして、一つ一つのインテリアや雑貨など含めて様々なストーリーが詰まっています。マンディをきっかけに地元を活性化するという思いで運営されているだけありまして、横地の良さはもちろんのことでございますけれども、新しい取り組みをしていきたいという思いの詰まった素敵なお店になっています。メニューも非常に豊富でございますので、たくさんのメニューから選んでいただいて、お好みの食事をいただきながらそれぞれの時間を過ごしていただくと、とてもいい空間の過ごし方になるかなと思います。そういった地域の思いが詰まっている一つの体現しているイベントが、高校生がプロデュースそして提供するシェイクでございまして、期間限定であるものの夏場にはそういった取り組みもされているということでございます。そのシェイクなんですけれども、シェイク自体がお店の看板メニューでもありまして、後でご紹介しますけれども、この日にいただいたエスプレッソバナナ生シェイクは絶品になってますので、ぜひ皆さんも気になった場合は注文していただきたいなと思っています。で、こんな形で店内の空間はレトロな雰囲気があってとても素敵なんですけれども、天気がいい日なんかにはこういったテラス席もご利用いただくことができまして、お店の渡辺さんが館山の YouTube チャンネルでお話されていた様子からは、こういった公園っぽいような雰囲気に、例えばお子さん連れの方々が自然と立ち寄っていただいて地域の活性化の場になるということの思いにも込められているということでございましたので、そういった取り組みをされているととても素敵な場所になっているかなと思っています。先ほども申し上げましたけれども、こういったインテリアの一つ一つがとても美しくて素敵になっていますので、お好みの場所を探していただいて、インスタ映えの写真を撮っていただくという用途も使えるかなと思います。で、こちらが緑あふれる空間になっているんですけども、実は右手にはハンモックもあったりということでございまして、そういったものを利用していただくというところもロマンディさんでの楽しみ方になるかなと思っています。ちょうどこんな感じで夕暮れ時にはこういった日の差し込み加減も相まってですね、とても美しい景色で撮っていただくことができますので、そういったところも注目になっています。こちらが先ほども申し上げましたエスプレッソバナナと、あとはブラッドオレンジのクリームソーダでございます。で、このエスプレッソバナナマシェイクの魅力なんですけども、自慢のエスプレッソはもちろんのこと、地元須藤牧場のジェラート、そして生バナナを使った濃厚なシェイクになっていまして、甘さはかなり控えめなんですけども、エスプレッソとバナナの香りが印象的なドリンクになっていました。続いては館山にあります館山城と館山公園をご紹介します。こういった形で秋の季節には紅葉がとても美しい、そんな雰囲気が味わえる空間になっています。そしてこちらが館山城なんですけれども、房総の戦国大名であります里見市の居城跡を整備した城山公園でございまして、館山城には八犬伝博物館というものもありまして、里見八犬伝で知られている歴史なんかも知ることができます。
そしてそんな城山公園になりますのがこちらの里見茶屋でございまして、今ご紹介しました南総里見八犬伝のお城として有名な城山公園の一角にあるお店でございます。南房総立山銘菓であります房州里見団子が味わえる憩いの場になっています。房州里見団子というのは八犬伝にちなみました8種類、粒あん、こしあん、みたらし、ずんだ、白あん、ごま、くるみ、ピーナッツのあんを地元立山産のお米から独自の製法で作ったお団子に盛った必見のメニューになっています。今回注文してますので後でご紹介しますけれども、その他にも今映しています通り全20種類以上の団子がありまして、天然醸造の醤油ですとか千葉県産のピーナッツ、南房総産の蜂蜜、あとは伝統製法で作られた鰹節など地元のこだわりの食材がたくさん使われていますので、テイクアウトからイートインまでお好みで試していただければと思います。そしてこちらこの日いただきました房総里見団子8種と美味しいお茶セットでございます。こちら房総里見団子8種を串に刺さず2玉ずつで、さらにですね右手前に映ってますみたらし団子のみが3玉になってるんですけども、お皿に盛っていただいて箸でいただくスタイルになっています。でこちらはセットとなりますドリンクを煎茶、サルビアコーヒー、各種ソフトドリンクからお好みのものを選んで頼むことができますので、そういったところも嬉しいポイントになっています。この日はお団子とも相性が良さそうな煎茶をいただいてみました。こういった形で急須から入れていただくことができますので、その雰囲気も含めて楽しむことができるかなと思います。続いてご紹介しますのはトレイクルマーケット&コーヒーさんでございます。飲んだ人と生産した人の人生が豊かになるようなフェアトレードコーヒーと、心と体に優しい手作りのオーガニックマフィンが魅力の房総の海辺カフェでございます。築100年国登録有形文化財の洋館であります旧小高記念館の内装をリフォームして2016年に誕生しました。トレイクルマーケット&コーヒーでランチをすれば世界の誰かがちょっとハッピーになる、そんなカフェを目指しているということでございまして、本チャンネルの目指す情報発信とも似た思いを感じて、シンパシーを感じられるような空間になっていました。こんな形でコーヒーだけではなくておしゃれな雑貨もフェアトレードになっていまして、様々なおしゃれグッズが揃っています。ぜひ皆さんも気になる商品がありましたら手に取っていただいて、お土産とかあとはご自宅用に買っていただければなと思います。でこちらのお店で注目なのはマフィンでございまして、マフィンの情報に関しましては日替わりでインスタグラムからご紹介されていますので、ぜひチェックしていただいてお店を訪れていただくといいかなと思います。こんな形で店頭に素敵な形でディスプレイされていますので、もしチェックし忘れてしまった方でもこういった目で確認していただいて注文することができます。極力フェアトレード、オーガニック、国産、南房総産の食材を利用して作られているマフィンでございまして、おからたっぷりのため食物繊維とタンパク質が豊富でございます。さらにバターの代わりに米油、クリームの代わりに豆乳を利用しているため腸への負担が少なくヘルシーだということでございます。お値段もリーズナブルでコスパもとても良かったです。ただですね、インスタグラムを拝見させていただいたところ、9月から原料の高騰に伴いましてマフィンの値段も少しだけ値上げしているということでございますので、そういったところはぜひですね今の値段を確認していただいて注文していただくと確実かなと思います。ということで今回ご紹介していますこちら全ては昨年訪れた時の値段になってますので、今とはちょっと違うかもしれないんですけども、めちゃくちゃリーズナブルにこだわりがあっておしゃれなコーヒーとマフィンをいただくことができる、そんな空間になっていました。そしてこちらが抹茶&紫芋あんのおからマフィンになっています。焼きたてで味わうことができまして、温かくふんわりとした食感が特徴的、そして生地の味わいが口の中を広がっていく様子がとても素敵でございました。そして最後にご紹介しますのは、今回の動画で最も注目すべきスポット、ザ・シンラさんでございます。美食にこだわるバカンス、大人のためのラグジュアリーリゾートがコンセプトの贅沢ホテルでございます。こちらのザ・シンラさんなんですけども、立山駅からの無料シャトルバスが運行していまして、さらにですねこの敷地に着いた後はこちらの自動運転のカートに乗せられて入り口まで送迎してくれます。まあ、こういったところも含めてとてもホスピタリティあふれる空間になっていますので、チェックインからチェックアウトまでとても気持ちよく過ごせる空間になっています。2006年のオープン以来、南房総立山で
ホテル、旅館や飲食業を展開している花しぶきリゾート。中でも南房総エリアにこれまで存在しなかったラグジュアリーリゾートという概念を具現化し、最高ランクに位置づけられつつ、エリアのマーケットを牽引してきました新羅さん。その新羅が最新端のトレンドやサービスを取り込んで大規模イノベーションを行い、よりスタイリッシュに生まれ変わったリゾートホテル、それがこのザ・新羅だということでございます。こんな形でホテルの到着後にまず案内されますのがザ・ラウンジと呼ばれるこちらの空間でございまして、最上階に設けられましたパノラマビューのゲストラウンジでございまして、開放的なテラス席では刻々と表情を変える立山の海を一望することができます。この特別な空間の中でコーヒーやビールなどの無料ドリンクサービスを受けつつ、丁寧な接客でチェックインを済ませることができます。今こちら夕方の様子を映しているんですけども、夕食後の8時から9時半の時間帯はアルコールの種類も増えるということでございますので、お酒好きにとってもとても嬉しい空間になっているかなと思います。この立山の海のパノラマと一望する小高い丘に寄り添うようになっていますこちらザ・新羅は、自然と調和した建築デザイン、きめ細やかなサービス、地産地消を極めた極上のダイニングで、ゲストの想像のさらに上を行く最高の休日をお約束というコンセプトのもと、プライベート性、快適性、高級感はさらなる高みへ、そして全館施設の温泉化、美食の追求などによるハード&ホスピタリティの徹底進化を実現した空間になっています。もうこの景色も含めてとても美しいので、ぜひこのラウンジから記念の写真を撮っていただいたりとか、お気に入りの一枚を撮っていただければなと思います。こちら夜になりますとまた違った景色に色を変えますので、もしですね、夕食を食べた後にまだ時間がありましたら、ラウンジにもう一回訪れていただいて、夕方とその夜とまたさらに朝の時間帯の景色を楽しんでいただくと、十分にこちらのラウンジを活用いただけるかなと思います。さらにですね、こちらのザ・新羅さんの注目すべきホスピタリティの一つが、外国人スタッフの方々の丁寧な接客でございます。と言いますのも、日本人はもちろんのことなんですけれども、英語、ベトナム語、ネパール語にも対応していますので、外国人観光客の方々にもとてもおすすめかなと思います。夏場に私の方ではベトナムダナンの旅行の様子をお伝えしたんですけども、もしですね、ベトナム人の方々が逆に私の動画を見て日本の旅館を探してた場合には、まあ、この動画を発見していただいて、ぜひ訪れていただけるといいかなと思います。まあ、そういったご紹介ができるのも YouTube の一つの魅力かなと思っています。そしてこちらが客室でございまして、全室オーシャンビュー、そして立山温泉の湯をプライベートに楽しめるこちらの温泉露天風呂付きの部屋の中で、昨今の感染症対策としてもベストマッチな空間になっています。他にも冷蔵庫の飲み物無料サービス、コーヒーメーカーの設置も嬉しいポイントになっています。ちなみにこちらのザ・新羅は大人のためのリゾートというコンセプトなので、13歳未満の方の宿泊はできないんですけれども、だからこそ恋人同士、夫婦同士、仲の良い友人同士など極上の時間を過ごせそうだというところがポイントになっています。そして注目ポイントとして欠かせないのがお食事でございます。こちらのザ・新羅では、魚の宝庫立山の超極鮮地魚をはじめとした南房総の豊かな食材にこだわって、素材本来の味わいを大切に料理を仕立ててくれています。自社保有しています定置網漁船が毎日早朝から沖へと繰り出しまして、季節の新鮮な魚を漁獲しているということでございますので、ゲストルームから見渡すことができます、まさに目の前の大海原から水揚げされまして厨房へと直送されている、そんなメニューをいただくことができます。まさに鮮度が唯一無二でございまして、別格に美味しい理由になっています。そして提供されるスタイルもこういった形で、食器も含めましてとてもおしゃれな形でいただくことができますので、食事を味わう前からも視覚的に楽しめる、そういったメニューになっています。さらにですね、先ほどこちらいただいていますダイニングの様子を映したんですけども、ダイニングの一角に設けられているグリルキッチンでは、シェフによる料理をライブで見ることができます。焼き上げる音や香り、フランベの炎などを五感で楽しむことができますので、体験自体も思い出深いものになるかなと思っています。ザ・新羅さんの夕食時にはこういった形でですね、視覚的に楽しめる工夫が様々されていまして、こういったお作りが提供される際も、この開ける様子とか、あとはホテルの方々が一つ一つその場で盛り付けたりしてくれますので、その鮮度が高い様子とかをしっかりと確認することができまして、そういったところも食べる前からワクワクするような、そういった雰囲気作りをしてくれているかなと思いました。で、少量ずつ運ばれていきますので、お腹もだんだんと満たされていく感じがありまして、まあ、そういったところも十分に味をかみしめながら、その新鮮な魚介の味わいを楽しむことができるようなポイントになっているかなと思っています。で、魚料理ももちろんですけども、こういった形で肉料理もありまして、非常にバランスよくいただくことができますので、
ぜひですね、この夕食も含めてラウンジに到着した瞬間からこのチェックアウトするまで全て楽しんでいただきたいなと思っています。もちろん写真もこういった形で収めていただいて、後から振り返った際にも旅の良さを試してみていただけるような、そんな空間になっています。ちなみにこちらのザ・シンラさんなんですけども、客室にありますタブレットではネットフリックスとかも見ることができましたので、一回チェックインした後に外に出ることはあまりないかと思うんですけども、まあ、そういったこともですね、全然気にすることがないぐらいに客室内、そしてこのザ・シンラさんの空間の中で楽しむことができますので、まあ、とても嬉しいポイントになっているかなと思っています。でちょっと映し忘れてしまったんですけども、客室内にありますドリンクはですね、トマトジュースと、あとはお茶と水とビールがありましたので、客室でもそういったものを楽しむことができるかなと思います。もちろんそちらは無料でございます。さらに夕食だけではなくてモーニングにもこだわっていまして、起きたばかりの体に優しい季節のスムージーですとか、取れたての新鮮地野菜、あとは地元の宮本養鶏から仕入れています新鮮な鶏卵を使った卵料理、あとは自家製の干物など、朝からですね、南房総の立山の美食を集めました自慢の朝ごはんを楽しむことができますので、そういったところもとても嬉しいポイントになっています。あとコーヒーはこういった形でサイフォン式で入れていただくことができまして、目の前でその抽出されていく様子を眺めることができますので、普段はドリップコーヒー等がメインになると思うんですけども、コーヒー好きな方々はこういったところも楽しめるポイントになっているかなと思っています。あとはですね、食事もさることながら、このダイニングから眺めていただきます窓の外の海や森はとても素敵な景色になっていますので、そういったところも含めて楽しんでいただきたいなと思っています。あとはですね、朝の日の出は客室から見ることができますので、モーニングの前にはそういった最高の体験も一緒に味わってほしいなと思っていますし、もちろん客室内には露天風呂がありますので、朝風呂も自分の部屋で楽しむことができるかなと、そういった空間になっています。で夜ご飯はもちろんのこと、こういった朝ごはんも非常にボリューミーなので満足感たっぷりでございました。以上、今回はザ・シンラ千葉館山大人旅としてご紹介させていただきました。ザ・シンラさんの魅力はもちろんですけども、館山という街の魅力も十分にお伝えできたかなと思いますので、ぜひ館山に訪れる機会がありましたら、館山城ですとかその周辺のカフェも含めて楽しんでいただきたいなと思っています。私も関東に住んではいるんですけども、房総まで訪れることはなかなかないので、まあ、こういった体験もとても思い出に残るなと思いましたし、あとはですね、なんといってもこのザ・シンラさんだけでも十分に楽しめるような時間を味わえるかと思いますので、ぜひですね、皆さんも特別な日に訪れていただくという計画のもとを参考にしていただいて、このチャンネルのコンセプトであります日常を少し豊かにしていただけるような、そんな時間の過ごし方をしていただければなと思っています。以上、ミッキーでした。ありがとうございました。